はい、こんにちは、ケイでーす。今日もですね、トレクルでーす。で、今日もまた進化ですね。はい、それで、はい、今日はこの豚ちゃん、なんだっけ名前、トーンですね、トーン。こいつを進化させてみたいと思います。一体どうなるんだろうね。あ、これなんだ、こいつ2種類、なんだなんだなんだ、あ、こいつ3種類進化方法あんじゃん。え、どうしよう、すげえ悩む、わかんねえなこれ、全部やろう。ということで、まずはこれからいきたいと思います。一番左のやつね。はい、早速進化いきたいと思います。はい、進化。はい、どうなんの、これどうなんの、どうなる。はい、なんだなんだ、激レア豚キング。いや違うな、多分名前違うな。ちょっと見よう、ちょっと見よう。ルビーパワーストーン、なんだろうね、教会用キャラと。あー、まあ教会用キャラみたいです。はい、え、どんぐらい増えるのかな、ちょっとわかんないな、ちょっとやってみようか。キャラ進化はもうこれ以上は一回進化したらできないと、できないみたいですね。なので、え、これをじゃあキャラ強化でやるとどんぐらいになるのかな、ちょっとやってみましょうか。いや、やってみましょう。ということで、そのままの流れで、じゃあね、誰にしようかな。本当は色とか関係あるんでしょうけど、もう私関係なくレイリーにぶっ込みます。さあ、え、どのぐらいなのかな、どんぐらい上がるのかな。あ、ちょっと今お気に入りしてたからちょっと解除しますね。どんぐらい上がるんだろうね、気になるねこれ。さあ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 、どうなのかな。あ、こっちじゃない、こっちか。おい、35,000。なるほどね。まあいいや、ちょっともったいないけど入れちゃいます。はいはい、入れてみよう、試しに入れてみよう。はいはい、成功。はい、それは成功ですよ。まあレベル上がりますよね。はーい、まあ1レベルしか上がんなかったわ。はい、なるほどね、35,000上がるみたいです。はい、あ、まあそれはきっと属性にもよるんでしょうけど。はい、まああと右と真ん中と右にも進化できたから、ちょっとまた別ルートでも進化させてみたいと思います。はい、本日は以上になります。本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。次回もお楽しみいただければと思います。それでは失礼いたします。